ブスクレというロゴが書かれてますね。はい、これ、なんか都内で何店舗か、支店のある、コーヒー喫茶店と、焙煎もやっている、喫茶店のグループなんですけども、私もちょっと三軒茶屋とかで、喫茶店タイプのお店も見かけましたし、ちょっとスタンドタイプの、豆屋さんなのかなっていうのも、通り道にあったんで横目にはしてたんですけど、なかなかちょっとなんか入りにくい、私個人的にですね、ちょっとスルーしてもらわないと。でもなんかその、かつて何年か前に、私の先輩であるギタリスト北村あゆみさんが、引き金かどっかのあの図書館みたいな喫茶店で、ちょっと名前忘れて後で、復帰しておきますけど、そこで、先輩の演奏会を見に行った時に、図書室みたいな感じの、喫茶店、そこの若い、オーナーさんがオブスキュラの漫画を使ってるってことも言ってて、まあ、もう何年も前からなんかこう名前だけは知ってたんですけども、なんとこの度、私のことをちょっとこう気にしてくださってる、応援してくださってる、ザッキーさんという、かつてエコショップで働いてらした、A&R みたいなあのバンドマンを斡旋するような、そういうお仕事もされてた、ザッキーさんがですね、安川さんこれ飲んでみてくださいっていうことで、まあ、もう一つ別のお店の豆も入ってたんですけど、まあ、このオブスキュラの袋にオブスキュラの、まあ、都内に出張行った時に買ったそうなんですが、これオブスキュラのドリップバッグが入ってる、すごいですね、ブラックの金ロゴやばいですよこれ。いや、ガチモンでこれはちょっとあの今けたたましくなっている BGM のこのテクニカルデスメタル、オブスキュラと意識してる、焙煎さんなんかなと勝手に親近感を持ったんですけども、多分関係ないと思うんですが、このロゴやばいっすね、はい、今からこのオブスキュラのドリップパックをドリップしてちょっとレポート、あの食レポートというかテイスティングさせていただきたいと思います。これは一応ブレンドですね、カテマラとウガンダのブレンド、ああなかなか粋なこのブレンドなんですが、おそらくこれはどちらも水仙式の豆をブレンドされている、もしくはどちらもナチュラル系のアンオーシドの豆を、推薦されていると憶測いたします。こういうふうに店舗が書かれています。広島の方にもあるのかな、すごいですね、これ独自のこの周りもこの紫のこういう感じ、高貴なものやっぱり紫色に来るには、ということで、いただかれるドリップ、脱力ドリップというのを申しましょうかね、まあ脱力はしてないですけど、すごくあのメニューがあるんですね、これはちょっとじっくり見て検討していただきます。いやーこれオブスキュラね、私日本版が出てるやつなんで、まあ、結構知名度もあるから私自身はレビューをしたんですけど、まあ、久々にこのラムを聞くと、まあ、このラムはあんまり聞いてないですよ、このラムはよく聞いてたんですけど、まあ、こちらが一番私再生しましたからね、まあ、レビューはしないんですけど、こうやって帯があるってことは、まあ、日本版ってことなんで、まあ、ある程度認知のあるデスメタルテクニカルですので、でこのメンバーの中にスレッシュメタルのパラドックスとかにも参加してるギタリストがいるんですよ、このその方がものすごいやっぱテクニシャンで、こういうメロディアスのソロを弾きまくってるっていう、そしてガッツリなこのクラシカル由来の、テクニカルですって感じなんですよね、マジで余談だらけなんですけど、コーヒーのドリップをしてまた後ほど、レポートをして、今夜間でお湯沸かしてるんですけども、今もうこの弱火の感じでジリジリとなった時点でもう私普段の豆から弾いたこういうのがすぐ止めちゃうんですけど、いかんせんドリップパックなんで、あれこの場合は熱湯の方がいいかなということで、今まあもう吹いてきたんで止めます。もう一回出し切ったこの後に、出し切ったこのやかんにちょっとだけ水をちょっと入れてで振ると50度ぐらいのお湯が出来上がっちゃうんで、それを最後のこの出がらしに出す刺すという、もうこの雑味すら私は味わい切るぞっていう、ね、このしみったれさ、はい、物質で出てくる物質的に、健康的にどうなのみたいなツッコミもあるかと思うんですが、そんなの関係ねえと、
気合でそこは吹っ飛ばしますって感じで。なのでまあこれ結構マグカップ、マグほどじゃないですけど、器として大きいので、これ半分ぐらいの量なんですけど、まあ110cc くらい入れましたかね。 12g 入れるのを 110cc なので、ちょい濃いめのものが味わえると。それどうでもよろしいですか、この器は一体などういうこっちゃと、びっくりされる方今いると思うんですけど、もうスカルというか、ドクロ器、これはもう世界でなかなか、いない、唯一無二の、栃木が誇る作刀家木村拓哉さんの作品でございます。ロックンローラーでもあり作刀家でもある木村拓哉さんの、作刀店にお邪魔した際に、展示されてたものを、私はこれを、買わせていただきました。この音楽にもぴったり。じゃあいただきます。ああこれ透き通った、ああこれ飲みやすいですね。これ酸味がきつくもなく、結構浅いりかなと思ったんですけど、酸味もきつくもなくすっきりした味わいですね。ああで、こうウガンダならではの、こう甘みみたいなのも感じるんですけど、ね、でパンチ感、ガテマラならではのパンチ感もあります。これもうちょっとコク出しても、十分に飲み応えがある、そうですね、もうちょっとコク出して、そのアタック感を強めて味わってもいいんじゃないでしょうか。これ上質な豆を使ってるのが分かります。こんな感じでオブスキュラのガテマラ&、ウガンダのブレンドドリップパックを、このスカル器、ドクロ器、シャルコーベ器でテイスティングさせていただきました。ありがとうございました。